日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。にある4種類のスイーツを食べたいと思います。といってもやはり雑多に集めているような印象があるかもしれませんね。いつもだとなんかもっとテーマないかと今あなたは思いましたか？はい、ありますよ。テーマというのも、今日は3月14日はホワイトデーですね。先日ホワイトデーといえばお返しの習慣がありますが、先日なんか スマホタブレットで、あっち10年ぐらい前にアニメをやっていたあっちこっちという漫画を読んでいた時に、そのホワイトデーで返すお菓子に意味が込められているというエピソードがあったのです。収録さで、それを読んでちょっと気になって調べてみたら、確かに意味が込められているお菓子もありましたので、本日はその中から4種類選んで食べてみたいと思います。まずはこちらにある塩キャラメルミックスナッツ。これ何の意味があるのかと思われたかもしれませんが、これキャラメルの部分に意味があるんです。その意味は、あ、優しさに包まれたい、あなたの優しさに包まれたいというような意味があります。キャラメルが甘いのでそれを優しさに例えているということですね。塩なのでちょっと刺激があるかもしれませんが、ではそう、開いた。中身はこのようにナッツがぎっしり入ってます。キャラメル感じられるのかな。一番前のあるのはくるみのようですね。ではいただきます。はい、続きましてはバウムクーヘン。こちらの意味は、あなたとこのままのいい関係が続きますようにということです。なので恋人同士だと対等に何かできますね。どちらかといえば夫婦向けのお菓子ですね。というわけで、夫婦向けのお菓子ということで、なんかカットされてるものだとちょっと縁起悪いなと思いましたので、今回はこの円になっているものを買ってきました。で、いつも断面見せるんですけど、意味から考えて割ってしまうのは縁起が悪いので、このままいただきます。続きましてはこちらのマドレーヌです。マドレーヌはあなたのことをもっと知りたいという意味が込められているとのことです。今回用意できたのは違うんですけど、マドレーヌはこういう貝みたいな形をしているものも多いので、それが2枚貝で乱れて合わせて、あなたのことをもっと知りたいという意味となったと言われていますね。で、本当はそれが用意できたらよかったんですけど、まあなかったので仕方ありません。はい、こちらのカップ式のマドレーヌ、ちょっと開けてみると中はこのようにしっかりかたどられていますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ラストはこちらのミルクケーキ。という今回はミルクケーキではなくて、これ、まあ、実際はちょっと違いますけど、カップケーキなんですね。カップケーキは昔高級なお菓子だったということから、あなたを特別な人だと思っているという意味が込められています。同じような意味で込められているお菓子にはマカロンもあります、ね、では早速開けてみましょう。まあ紙カップで入っているのでギリギリセーフにしておいてください。中身はそんな風にふんわりとした食感ですね。まだ食べてないけど触ってみた方の食感ですよ。断面図はこのようになっています。ではいただきます。4選って言うと確かにゆっくり実況みたいな気もするね。いや、ゆっくり実況ないよ、ゆっくり解説か。ゆっくり解説もこういたまに見るし、こういう風な形の解説も多いし、他にもお菓子の雑学とか豆知識とかあるのかな。今度調べてみよう。そして食べてみたいと思えるお菓子あるかな。塩キャラメルミックスナッツはキャラメルの甘さが口の中でカリッとしたナッツの食感とともに広がってきて、
ても甘くて美味しかったです、うん、もし一人に渡すのであればこの塩キャラメルミックスナッツがいいですね。で続きましてのこちらのバウムクーヘンはしっとりとした生地が口の中でちょっともにっとした弾力の後にバターの風味をふわっと広げてくれてよかったです。先ほども申し上げたように、うん、夫婦で渡すのであればバウムクーヘンがいいですが、うん、もっと大きなサイズでもいいかもしれませんね。で続いてのマドレーヌはちょっとさっくりとした食感が生地の表面にあって、その後に甘さが口の中にふわに生地ホロホロと崩れる生地とともに広がってきます。サクサク食べ進めることはできるんですが、ちょっとカップ取るのめんどくさかったかな、ひっついちゃってるんですよね、そういうのがでちょっとマイナスがあったのが残念です。でラストに食べたこちらのミルクケーキは先ほどのマドレーヌよりもカップが外れやすくて、しかもしっとりとした甘さが口の中で広がってきてよかったです。どれも口の中で広がってくるんですよね。で数がこちら10個入っているので相手と自分で分け合うのにもいいかもしれませんね。さっきのマドレーヌだと5個で奇数なのでちょっと最後の1個で揉めそうな気もしますしたので、でもし複数で分け合いたいのであればこちらのミルクケーキを選択します。では先ほどの塩味やキャラメルミックスナッツとミルクケーキ、今回はこの2つを代表としてどちらも5点とさせていただきます。はい、それではいつものこちらから指令を読むのですが、今回はせっかくホワイトデーの話をしましたので最後もそちらでまとめて、今回は他にもいろいろと縁起のいいお菓子があるのですが、一方でこれは渡すべきではないというお菓子もあったんですね。それが確かマシュマロとグミでしたね。この2つはなんかすぐに溶けてしまうということで、あなたのことを少なくとも恋愛の対象としては見ていないというメッセージが伝わってしまう。で他にもカップケーキ以外のケーキとかだと無難、特に良くも悪くもない、クッキーだと現状維持、友達でいたいというような、調べてみると実に様々な意味がありました。なのでホワイトデーのお返しに、まあ、当日にあげてるとちょっと手遅れかもしれませんが、来年以降ということでこういった知識も踏まえて お菓子を渡してみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。